です。こちらの本ですね。プロパガンダ、幸福政治宣伝からくれ見抜く。よくスーパーでこの内容だと母親と子供のね、コーンフレーク。まあ母親側はそのね、パッケージよりもその表記ありますよね。砂糖というか脂質何グラムとかそういう風についているその、なんだろうな、エネルギーとかそういう書いてあるところ。その部分を見て、あ、これなんか体に良さそうと思って過去に入れる。でも子供の場合はパッケージそのものを見て、あ、これ美味しそうみたいな感じのやつ。そんなね、その客観的な感じで見て、カゴに入れる。だけどまあ、大下お母さん側って言ったら、この箱をすぐ高めに戻しなさい。これお砂糖がたくさん入っていて、カロリーばかり高いのよ。と言い、でもお母さん、これとても美味しいよ。他のマスクで嫌いだよ。どうしてこっちはダメなの？これは 100% 自然食品だからとっても体にいいのよ。これを食べると丈夫に大きくなれるのよ。まずそうだから嫌だ。大きくなってなりたくない。あなただったら朝の食卓に残るシリアルを巡るこの騒動にどのような決着をつけますか？母親と同じ側に立って、たとえ子供に食べてなくても栄養価のところから選ぶべきだと考えるかそれとも結果はどうであれ子供はまだ幼いけど自分のことは自分で決めさせるべきだと考えますか？それでは私たちが進める解決方法を次述べてみます。しかしこれ意外だと思われるかもしれませんが、実はこのような議論は始まった意味はなくって、子供と母親にラッキーチャームを買いなさいと勧めてあげればよいっていう、そういうのも自然のシリアル食品よりもラッキーチャームの方がはるかに栄養に富んでくるんだよ。じゃあなんでさ、そんな栄養が富んでるラッキーチャームの商品選んでも食らず、こんなにね、子供と母親の意見が食い違ってしまうのか。ここで明らかなのは、彼女たちは CR 食品の中身ではなく、パッケージを専門用語で言うところのヒューリスティックを用いたのである。ヒューリスティックというのは、課題解決の際に用いられる単純な手がかり、もしくはルールのことである。この場合、母親に与えられた課題は、栄養豊かな CR 食品を選ぶことであり、子供の問題は楽しく美味しいシリアル食品を手に入れることである。ラッキーチャームの箱は鮮やかな色使いで、漫画のキャラクターや子供のおもちゃが描かれておりこの商品が子供用であることを示している。当然ながら私たちは皆、子供用の食品はジャンクフードであると知っている。これとは反対に 100% ナチュラルの箱は土色系の色彩でまとめられ、収穫前の青々とした穀物類が書かれている。これはシリアル食品が全て自然な食品であることを表現している。自然であることはいいことであり、また健康的にもいい。だからこのシリアル食品は栄養価があるに違いないということになる。いずれの場合もシリアル食品のパッケージは、子供と母親が商品の属性に関して何らかの推測をするようにデザインされている。このように結論付ければ、他のことをあまり考えずに、シリアル食品を選択することができる。周辺ルートという直感的判断によって説得が生じてしまうのである。まあだから、もうね、そのコピーだけじゃなくて、そのパッケージ、見た目から誰に対して買ってほしいのかって訴えかけている。子供がそれを欲しいと言ってやれば、まあ無理のない範囲で買ってあげればいいっていうことです。広告でね、なんでそういう風になっちゃったんだろうと思って、この本でね、もう商品買うにはまず広告が目に入りますから、パッケージと広告ね。だからこそこういう本を読んで、なんで子供はこんなこと言っちゃってるんだろうって思うとね、もしかしたらこれを読むことで納得するかもしれないですね。